ししたら君とうまくいきそうな気がする。井川茂樹さん49歳、発明家。ハンディを持つ人のコミュニケーションを助けるものなら何でも作ります。これは足で打った文字を音声に変換する装置です。耳の遠くなったお年寄りにも聞き取りやすい音楽などなど、発明を始めて15年にもなります。ハンディを持つ人に伝える喜びや伝わる楽しさを知ってほしい。発明にかける井川さんをご紹介します。キラッと生きる、この番組の一つの大きなテーマがコミュニケーションなんですが、はい、今日は伝え合うことをテーマにする発明家、はい、なんかいろんな面白そうな装置出てきてましたよ ね。あ、でも伝えたいと思ったことを伝えられたら嬉しいですね。あ、そのせいね、あの僕の友達でも言語障害のね、いろんな理由の人いるけど、はい、あの自分の思ってることがなかなかね人に伝えられないもどかしさっていうのはやっぱあるやろな。それを発明してくれるって、はい、発明家ね、どんな発明会いたいですね。はい、早速お呼びしましょう。どうぞ。どうぞ入りましょう。こんにちは。ようこそお越しください。よろしくお願いします。愛媛県からお越しの井川茂樹さん、発明家でいらっしゃいます。どうもよろしくお願いします。発明家って、まあ、いろんなものを発明するんですが、はい、井川さんは主にどういう方面、どういうものを発明するんですか？言葉が通じない人のためにですね、うんうん、なんとかそれを通じさせてあげたいっていうのが最初のきっかけで、うん、いくつも作ってきました、うん、あ、もういっぱい作った花で、はい、もう今回7回目になります。 7回目、7つ目です、スタイル、お手伝いをするものが多い、はいはい、そうです。では井川さんの発明とは、はい、そしてその原動力とは、発明に没頭する井川さんの日常をご紹介します。愛媛県西条市にある学習塾です。井川さんの本職はこの塾の経営者兼講師です。職人というのは、プラスとマイナスが決まってるもの。週に5日、受験を控えた中学生や高校生が通ってきます。ね、つながってますよ。上がプラスで下がります。これがもし一方通行しかできませんって言われたら、どうなるんじゃないのかよ。多分。井川さんが大切にしているのは、生徒に自分の力で考えさせること。そんな井川さんを慕って、これまで800人の生徒がここで学んできました。明るくて、優しい、あの言葉も聞こえるんですけど、それと一緒に先生のなんていうかな、こっちに伝えてくれよというか、あの気持ちも一緒に伝わってくるので、そうしたら、あの私も頑張りたいなって思います。井川さんは西条市の隣の新居浜市で一人暮らしをしています。週に2日はヘルパーの助けを借りますが、できることは自分でしようと心がけています。生まれる時に首にへその緒が巻きついてしまった井川さん、呼吸ができず脳に十分な酸素が届かなかったため、
脳性麻痺になりました。中学生の頃、授業で真空管ラジオを作ったことをきっかけに、ものづくりの楽しさに目覚めます。大学卒業後は学習ソフトのプログラマーとして活躍しました。そんな井川さんに大きな転機が訪れたのは15年前のことです。重い呼吸器の病気で言葉を発することができない一人の少年と出会ったのです。自分も昔言葉が喋れなかった。少年の苦しさが痛いほどわかる井川さんは、キーボードで打った文字を音声で読み上げる装置を作り、少年のもとへ届けました。パソコン兄さんありがとうって言ってくれて、ちゃんとありがとうや、僕計画と約束と思ってきてたけどね、これはしてよかったな、ね、これからこれはやっぱり自分のライフワークとしてはすべきかなと思いましたね。これをきっかけに井川さんは言葉を伝えるための数々の発明に取り組むようになります。これは足で文字を選んで音声に変える装置、名付けてスピークヘルパー3号。声が出ず両腕も自由に使えないある男性のために作ったものです。ある時は唇の動きをセンサーで読み取って音声に変えることも試みました。しかしセンサーの調整が難しく、これはうまくいきませんでした。井川さんがたとえ失敗しても発明を続けてきたのは、誰もが伝える手段を持つ、そんな社会をいつか作りたいと考えているからです。自分の思っていることとか心で感じていることをお互いに伝え合うということが一番大切だと思います。ね、これこの人間として最低限保障されるべきことですから、これができてないのはものすごく悲しい、ね、これをなんとか少しの方でもいいから助けてあげたい。今井川さんは新しい発明に取り組んでいます。今度は軽度の言語障害を持つ人の声を聞き取りやすくしようというのです。でもグループ使うんだったらピンコードダブルピン1本お願いします。ダブルピン、来年のテーマ。手伝っているのはかつての塾の教え子伊藤智則さん。大学院で聴覚の研究をしています。自由に手を動かせない井川さんにとって大切な助手です。井川さんたちはどうやって聞き取りにくい声を聞きやすくしようというのでしょうか。人が声を出すとその音の一部は骨を伝わり直接耳まで届きます。言語障害は様々な原因で起こりますが、中には発音される声よりも骨を伝わる声の方が聞き取りやすい場合があるのではないか、それが井川さんの仮説です。井川さんはその骨を伝わる声を電気的な処理をすることでなんとかスピーカーに出そうとしているのです。名付けてスピークヘルパー7号。今後しますよ、これ。はい。ね。今後しますよ。はい。はい、これは今後しておくです。どんな話だ。わかります。ただ、ただノイズが結構乗るんで、どうしても。ホワイト系ですか。ホワイト系です。シャーってノイズが出てしまうね。これを完全に抑えてしまうと
声の高音まで消えちゃうんですよ。まあどの程度で声も聞こえて雑音がまあできるかの実験してます、うん、井川さんはその後もスピークヘルパー7号の調整を繰り返し、知り合いが働く施設に向かいました。言語障害を持つ人に実際に装置の効果を試してもらおうというのです。実験に協力してくれることになった皆川翔一さんです。コードないですね。そこそういうのなかったです。どんな言葉が発音しにくい。やっぱりあきょあきょと言い換えあきょはきふきほう、うん、いいね。やっぱりそれで困ってるんですよ。声には一人一人個性があります。機械を皆川さんの声に合わせるため慎重に調整を繰り返します。もう一発お願い。あいうえをかきくけこだちずてとだちずてと。いよいよテストです。皆川さんのお母さんもやってきました。お願いします。カレーライス、義母の家はカレーはとっても美味しいです。いつもカレーライスの時はおかわりをします。お願いします。カレーライス、義母の家はカレーライスはとっても美味しいです。いつもカレーライスの時はおかわりをします。はい、2回目の方が非常にクリアな音声だったと思います。はい、聞きやすかったです。言葉がすごいはっきり聞こえました。子供の声が今まで以上に。普段皆川さんの肉声を聞き慣れている人たちにも好評でした。この日の手応えをもとに井川さんはさらに改良を加え、スピークヘルパー7号の完成を目指します。頑張っていこうと思います、はい、ないで その言葉をそして気持ちを伝える、そのお手伝いをする、今はスピークヘルパーの7号まで作りましたね。どうですかこの7号。人の気持ちがあって、その一度しか言葉に変換できませんね、うん、その言葉すら伝わらなかったら何も伝わらないですよ、うん、だからそのまず人間として言葉を伝えるのが一番もっとも大切だと思います、うん、その音声言語で言葉を伝えるっていう、やばい、ね、いわゆる発音が伝えやすい発音に変わるから、はい、まだ確実に仮説というか、ね、今探ってる段階はね、まだ実験段階ですよ。そのまま機械ができればこれを持って社会に出てくれるかもしれないでしょ、うん、また違う心が生まれるし、もっと出てほしいし、俺にね恥ずかしくなってちゃんとコミュニケーション取ってほしい。言語障害の障害者に限らず、その障害のある人の中にはなかなかやっぱり社会に出ていけない、うん、職業的になってる。ああそうな、うん、ひょっとすると井川さんのその発明品がブリッジとなって、うん、これやったらちょっとこう出てみようと、うんね、僕みたいにもう少しはお助けできればもっと嬉しいと思います。井川さんは伝
伝える力を手助けするという、そこが発明の入り口だったんですけれども、はい、うん、今ではさらにその領域を広げていらっしゃいます、うん、ちょっとこちらご紹介します。井川さんが持ってきてくださったイラストなんですけれども、はい、最近ではバリアフリーの考え方をアートの世界にも取り入れてらっしゃる。バリアフリーアート、はい、色が違うんですね、はい、あのよく間違い探しっていうのありますけど、これはそうじゃないですね。同じ絵ですね。そうですね。こちら側が少し青みがかって見えますね。ああ、そうか、そうか。青みがかってる、はい、うん。これはどうしてですか。年を取ってきますね。うん、目のあの水晶体が変わってきまして、うん、黄色っぽく見えるんですね。何もかも黄色っぽく見えます。これは老化現象だ、はい、うん、で、こうやってこう色を変えることによってどうなるんですか。こちらの方の絵をこっちの方ですね、落としてるのを見ると、うん、あっちに見えるんです。あ、その老化現象で色彩感覚変わってる年寄りがこの色、このように。なるほど。はあ、もう少し年を取れないと僕はどうやろうかな。早い方はもう50代からなんていう方まあそれも個人差が ね、 すごくあるに違う。今までバリアフリーっていうのを考えっていうのが、なんていうんですか、実際に何かができないバリア、そうそうそう、今度アートまで広がっていくと、やっぱり人間の本質的権利、アート楽しむとかもあるべきだと思いますね。うん、音楽を聴いて、こういうのももちろんとても大切だと思います。なるほど。最初は人にどうやってものを伝えるかっていう世界で考えはったんが、はい、今度はどうやったら伝わるかっていう方に、そうですね、そういう考え方になってるわけね。そうです。発想の転換ですね。前川さんはこうやったイラスト以外にもですね、はい、伝わる発明をこんな分野でも始めていらっしゃいます。 VTR でご覧ください。